天竜浜名湖鉄道 TH2000 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH2000 系機動車。天竜浜名湖鉄道 TH2000 型機動車は、2001年、平成13年に、開業時から使用されていた TH1 系の代替のため3両が製造された、天竜浜名鉄道の機動車である。2004年度、平成16年度に TH2100 型に、 全車改造されて、形式消滅している。本校では、TH2000 系の保安ブレーキが変更された、造備車で、2002年、平成14年から2005年にかけて11両が、製造された天竜派真名湖鉄道 TH2100 系機動車。天竜はマ名コ鉄道 TH2100 型機動車。TH2100 系の内装を観光用に変更し、2002年、 平成14年に一両が製造された天竜浜名湖鉄道 TH9200 系機動車、天竜浜名湖鉄道 TH9200 型機動車についても合わせて記載す。1987年昭和62年3月に日本国有鉄道国鉄二股線を第3セクターに転換して開業した天竜浜名湖鉄道は15両の レールバス型機動車 TH1 型で運転を行ってきたが、老朽化が進んだため、順次更新する方針が決定。2001年、平成13年に産業が TH2000 型として製造され、2002年、平成14年以降は、保安ブレーキの二重化により、形式が変更された TH2100 型に行した上で、観光用の内装を持つ、 th9200k1 両を含めて2005年、平成17年までに、計15両が製造された。天竜浜名湖鉄道として、初めての新潟鉄工所製の車両だったが、2003年、平成15年以降の製造は、同社の鉄道車両製造部門を継承した新潟、トランシスに変更されている。th3000 型に続いて18メートル級の車体、 カミンズ製大出力、ディーゼルエンジンを採用した。運転士の負担低減のため、列車情報制御装置が搭載された。TH2000 系、TH2100 系の内装は、セミクロスシート、TH9200 型は、全席転換クロスシートで、外装塗装も TH2000 系、TH2100 型とは異なる。TH9200 型は、 日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号であり、形式名の92は9時から命名された。TH2000 型は2004年度、平成16年度に改造の上 TH2100 型に編入されている。新潟鉄工所製の警戒機動車 NBC の一種で TH3000 型に続いて18メートル級車体を採用した。 開業時から使用されている TH1 型では、バス用部品を多用したリベット構造の車体が採用されたが、TH2000 型では、一般の鉄道車両と同様、溶接構造を採用し、車体長も3メートル延長されている。前面は貫通式、乗務員室は左側で、乗務員室側にのみ乗務員用扉が設けられた。 1000mm 幅の引き戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。幅 1200mm の窓7組が設けられ、冷暖房効率の向上のため熱線吸収ガラスの固定式となった。トブクロブに窓はなく、全車トイレの装備はない。TH2000 系、TH2100 系の外装は、アイボリーホワイトをベースとし、オレンジ、ブルー、グリーンの帯が入った。 th9200 系の外観塗装は一般工房による白にオレンジ、ブルー、グリーンが鮮やかに衣装化されたものとなった。th2000 系、th2100 型は4人掛けボックスシート8組を備え、扉付近のみロングシートとなった。th9200 型は全席転換クロスシートで th2000 系、th2100 型では掛川より th9200 型では、新女原より女子側に車椅子スペースも設置された。th9200 系の車椅子スペース付近の座席は一人掛けとなっている。th2000 系、th2100 系座席を持てぬのは青系。th9200 型は緑系である。天井は平ら天井となり、ラインデリアが設置された。ワンマン運転用の機器は、 鉄道車両用に開発されたもので、各種データの記録機能を持っている。TH-9200 型は、イベントや団体輸送に対応するため、DVD プレイヤー、ワイヤレスマイクによるカラオケ装置を備え、車内両最面には22インチ液晶ディスプレイが設けられた。客用扉と座席の間に、ガラスの仕切りが設けられている。エンジンは、 カミンズ製 N-14R ディーゼルエンジンを一気搭載、定格出力 257kW2000rpm に,に設定された。動力は変速一足、直結三足の新潟コンバーターナス三 -33 の1601液体変速機械してに軸駆動の台車に伝達される。燃費改善のため、変速域が狭くなっており、変速は自動的に行われる。 台車は、ボルスタレス空気バネ、積層ゴム式、NP131D、T が採用された。制動装置は、電気指令式となったため、従来車両との連結運転はできない。TH2100 系、TH9200 型では、保安ブレーキが二重化されている。タッチパネル式液晶ディスプレイによって、機関指導、ワンマン運転機器の設定、応急処置が行える。 列車情報制御装置が搭載され、各種スイッチが省略された。TH2110 から TH2114 の5両には、空転防止用の砂巻き装置が設置されている。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。冷房装置は、能力1 7 4キロワット一1 5 0 0 0カロリー、H のもの2機が設置された。百八十七年、 昭和62年3月に国鉄二股線を第三セクターに転換して開業した天竜浜名古鉄道は15両のレールバス型機動車で運転してきたが老朽化が進行したため1998年平成10年頃から代替車両の検討が進み2000年度平成12年度から順次新型車両に置き換えていくことが決定した2001年 平成13年1月に TH2000 型として産両が投入されたが、2002年平成14年2月に製造された車両から保安ブレーキが二重化され、TH2100 型に形式が変更されている。天竜浜名古鉄道として初めて導入された新潟鉄工所製の機動車だったが、2001年平成13年11月27日に新潟鉄工所が 会社構成法の適用を申請して、経営破綻、石川島ハリマ重工業の支援を受けて2003年、平成15年2月3日に設立された新潟、トランシスに、鉄道車両の製造部門が提唱されたため、TH2100 系の製造車も新潟トランシスに変更されている。2005年、平成17年12月までに15両が製造されたが、 うち2002年12月に製造された一両は、イベント運転や、団体輸送を考慮した内装の TH-9200 型となった。TH-9200 型は、2000年、平成12年に導入した THT100 系 THT200 型による、トロッコ列車、そよ風の運行が、季節、天候に依存することから、数年使用できる多機能型車両として構想された。 日本宝くじ協会の助成金による宝くじ号である。イベントなどで使用しないときは通常の列車で運用されている。TH2000 型は2004年度、平成16年度に改造を受け、TH2100 型に編入されている。電気指令式ブレーキを採用したため、在来車両との並結運転はできない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。